兵庫県警察学校で未成年の初任科生が寮で飲酒や喫煙をしたとして男女47人が謹慎処分となっていたことが分かりました。兵庫県警によりますと、今年7月芦屋市にある兵庫県警察学校の寮で今年4月に入学した106人の初任科生のうち未成年の男女33人が飲酒や喫煙を行い、成人の生徒14人が提供していたということです。酒やタバコは成人の生徒が校内の売店やインターネットで購入していました。聞き取りに対し47人は軽い気持ちで一口だけ欲しいと言ってしまったなどと話していて、県警は47人を2ヶ月から3ヶ月の謹慎処分とし、校内の清掃活動などに当たらせているということです。